オギルるびれ夫人がアレクサンドラ王女は、イギリスの王族。ケント公爵、ジョージ王子とケント公爵夫人マリナの長女。結婚前には、アレクサンドラ・オブ・ケント王女と呼ばれた。現ケント公爵、エドワード王子は兄である。ロンドンで誕生し、幼年時代の多くを、家族のカントリーハウスがあるバッキンガムシャーのコッピンズで、過ごした。第二次世界大戦中、アレクサンドラは、 祖母のメアリー・オブ・テックと共に、暴法と公爵ヘンリー・サマセットの本宅バドミントン、ハウスへ疎開していた。1947年、重視、エリザベス王女とフィリップ・マウント・バッテンの挙式で、ブライズ・メイトを務めた。また、アレクサンドラは、イギリス王女として、初めて家庭教師ではなく、学校で教育を受けた人物である。1963年4月24日に、 エアリー伯爵の次男、アンガスをギルビットウェストミンスター寺院にて結婚式を挙げた。王女を妻とした場合、通常であれば伯爵位が授けられるところをアンガスは辞退した。それは、二人の間に生まれる子供には何の称号も与えられないことを意味した。アンガスは1988年にナイトの称号を授けられた。夫妻は西を設けたが、 アレクサンドライ以外は王族としての義務はない。1960年にロイヤル・ビクトリア勲章君一等、2003年にガーター勲章をそれぞれ授与された。女性王族の序列では、プリンセス・ロイヤルのアン王女に次ぐ、第2位でコーンウォール公爵夫人、カミラ妃やケンブリッジ公爵夫人、キャサリン妃よりも上位に位置する。2007年にデビッドオースチン社より、 プリンセス・アレクサンドラ・オブ・ケントというバラを捧げられている。1961年に来日し、第二次世界大戦後の日本を訪れた最初の英国王族であり、第二次世界大戦後の西側先進国で初めて国賓として訪日した。この翌年には、秩父の宮秘雪子が戦後初めて日本の皇族として返礼放映し、 戦後の日英王室関係が再開した。なお、アレクサンドラ王女歓迎の宮中晩餐会の折に、昭和天皇は大戦中に剥奪されたガーター勲章の廃用を英国王室から許され、10年後の1971年10月の法栄時に天皇の名誉は正式に回復した。1962年にアレクサンドラ王女は法栄した。 秩父の宮妃を通じて天皇から君一等法官賞を贈られた。西川恵知られざる皇室外交 P36、君塚直隆、女王陛下のブルーリボン、英国勲章外交史、第六章。ありがとうございます。